国女優、50代に見えない。美しすぎる韓国女優8選。日本で50代に見えない女優と聞くと、石田ゆり子さんや天海祐希さん、長崎ひろみさんに、原田知世さんなどの名前が挙がると思いますが、美容大国である韓国では、どのような方の名前が挙がるのでしょうか？というわけで、今回は、50代に見えない美しすぎる韓国女優8選と題して美魔女韓国女優を紹介していきたいと思います。イ・ヨンエ。大ヒット時代劇宮廷女官チャングムの誓いの主演として知られるイ・ヨンエさんは1971年1月31日生まれの大女優です。代表作の一つである映画親切なクムジャさん出演以降、結婚や出産、大学院入学などがあり、芸能活動を長期休養していましたが、その間も存在感は衰えることはありませんでした。チャングム以来のドラマ出演となった復帰作、サイムダン、色の日記でも変わらぬ美貌を披露し、続いて出演した映画、ブリング・ミー・ホーム、尋ね人では、行方不明となった息子を6年間探し続ける母親役を演じ、イ・ヨンエさんの体当たりの演技が高く評価されました。さらに、ドラマ、調査官クギョンイでは、ゲーム中毒で、酒好きな元警察官という自堕落なキャラクターに扮し、洗練され、清潔感漂うイ・ヨンエさんのイメージとは、正反対のキャラクターとして衝撃を与えました。そして現時点での最新作となるドラマ「マエストロ」ではクギョンイとは正反対の天才女性指揮者役を演じ、またしても新たな一面を披露しています。チャングムの大ヒットにより韓国を代表する女優となったイ・ヨンエさんはグラビア等で美しくかっこいい姿を披露している一方で、映画やドラマなどではイメージとは違った役柄にも積極的に挑戦しています。作品選びは慎重で多作な方ではありませんが、作品ごとにイメージチェンジをする挑戦的な大女優と言えるでしょう。キムヒエ。続いて紹介するのは大ヒットドラマ夫婦の世界の出演も記憶に新しいキムヒエさんです。1967年4月23日生まれのキムヒエさんは芸歴40年を誇るトップ女優の一人として知られ、高校在学中にモデルとしてデビューしました。出演作品は数多く、代表作にはイクニカオリさんの東京タワーを原作とした密会や日本の同名ドラマのリメイク作最後から2番目の恋、映画優しい嘘などがあり、かっこいい大人の女性役を演じるイメージがあります。最新出演作であるネットフリックスドラマクイーンメーカーではアラフィフ女優のムンソリさんと共に極悪な財閥に立ち向かう女性役を演じました。キムソヒョン。1994年にタレントとしてデビューしたキムソヒョンさんは1973年10月28日生まれの人気女優です。デビューから10年間はあまり注目されることもなかったそうですが、2004年のパリの恋人出演で注目されてからは妻の誘惑、ジャイアント、サラリーマンチョハンジ、気候号などの大ヒットドラマに悪女役として出演し人気となります。そして2018年には入試コーディネーター役を演じたドラマスカイキャッスルが大ヒットし一大ムーブメントとなり、その後も誰も知らない、マイン、今日は少し辛いかもしれない、髪の月といった話題作に出演しています。一方で映画ベルリンファイル、悪女といったアクション作品にも出演しているキムソヒョンさんは韓国の社会問題を描いた最新主演映画ビニールハウスでビニールハウスに暮らす貧しい訪問介護士役を演じ、韓国の主演女優賞4冠という高い評価を得ました。
このように40代になり、主演作が増えてきたキム・ソヒョンさんは、今やかっこいい大人の女性の代表格として人気を博しています。パク・チュミ。1972年10月5日生まれのパク・チュミさんは、1993年から2000年まで、アシアナ航空のモデルを務めたことで広く知られる人気女優です。2001年に結婚し、20代の息子さんがいるパク・チュミさんは、童顔美貌女優としても有名です。有名時代劇作品にいくつも出演しているパク・チュミさんは、オクニョ、運命の人での悪女チョン・ナンジョン役が印象的ですが、一方で、紳士の品格では、40代にして、違和感なく女子大生役を演じ、大きな話題を呼びました。それ以降は、母親役として登場することが多かったパク・チュミさんですが、近年は、人気シリーズ、結婚作詞、離婚作曲や、テンニョドリアンで主演を務めるなど、人気が高まっています。キム・ヘス。韓国を代表する女優の一人として知られるキム・ヘスさんは、1970年9月5日生まれのベテラン女優です。1986年に映画でデビューし、人気映画や大ヒットドラマに数多く出演したキム・ヘスさんは、シリアスからコミカルまで幅広く演じられる演技力の高さで知られています。近年の代表作だけ挙げても、ドラマ、シグナル、ハイエナ、未成年裁判、シュルプ、映画、10人の泥棒たち、コインロッカーの女、国家が破産する日など有名作品ばかりで、受賞歴はデビュー以降途絶えたことがありません。このように、40年近く、トップ女優の地位を保ってきたキム・ヘスさんは、最新映画、密輸1970も、観客動員数500万人超えの大ヒットとなっています。この映画で、キム・ヘスさんは、密輸品を海底から引き上げる海女役を演じており、ここでも、存在感の強さを、遺憾なく発揮しています。キム・ヘウン。1973年3月1日生まれのキム・ヘウンさんは、アナウンサーから女優に転身したことで知られ、数多くの映画やドラマで名バイプレイヤーとして活躍しています。女優としての仕事は2002年頃より始めていたそうですが、その後アナウンサーを辞めて演技の勉強を始め、2007年より本格的に女優活動をスタートします。女優として有名になったのは、チェ・ミンシクさん、ハ・ジョンウさん、チョ・ジヌンさん、マドンソクさんといった大物俳優が共演した映画悪い奴らに出演してからで、近年の代表作にはドラマミスターサンシャイン、ボーイフレンド、とにかく熱く掃除しろ、イテウォンクラス25、21などがあります。数多くの作品でメインキャストの母親や妻、会社の重役として出演していることが多いキム・ヘウンさんですが、ドラマ「優雅な友達」ではメインキャストの一人、ザ・ロード一の悲劇には主演の一人として抜擢されるなど、近年活躍の幅が広がっています。イールファ。大人気ドラマ「応答せよ」シリーズのお母さん役としておなじみのイールファさんは、1971年1月29日生まれの奇跡の50代女優として知られています。1991年のデビュー以降、メインキャストの妻や母親、なじみの店の店主といったサブキャラクター中心に演じてきたイールファさんですが、応答せよシリーズではメインキャストの一人として数えられていたように、ただの脇役ではなく、ストーリーにも大きく関わる人物として登場していました。ただの妻や母親役として登場しても、そのスタイルの良さと美貌に注目が集まっていたイールファさんは、パーマ頭のカツラをかぶって出演していた恋のスケッチ、応答せよ1988のご褒美旅行で、ポニーテールに
サングラス姿で共演者のパク・ボゴムさんと並んで歩く写真が SNS で出回ってしまいます。それを見たネットユーザーは、女性がエイルファさんだと気づかず、彼女と極秘旅行をしているのでは？と誤解されてしまいました。これはエイルファさんが若々しくスタイルも抜群だという証拠であり、このエピソードは笑い話としてバラエティ番組等で披露されています。オヨンス。最後に紹介するオヨンスさんは、大ヒット時代劇シュモンのユファ役として知られる1971年10月27日生まれの女優です。ロッテ製菓の専属モデルを経て、1989年にデビューしたオヨンスさんは、1998年に小中学校の同窓生であった俳優、歌手のソンジチャンさんと結婚し、二児の母となります。2014年には家族で渡米し、米韓を行き来しながら芸能活動をしているため、出演作は多くないのですが、シュモン以外に、コン・ヒョジンさんやキム・レウォンさんと共演した雪だるまや、キム・ナムギルさん主演の赤と黒、悪女役を演じたケベクなどがあります。近年は、クリミナル・マインド、トリアや軍犬児童ベルマンなどのサスペンスドラマに出演し、変わらぬ美しさで注目を集めています。まとめ。以上、50代に見えない美しすぎる韓国女優8名を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。悪女役を演じて人気となった方が多かったのが印象的で、40代になってから人気となった方は、年齢が増すごとに美貌に磨きがかかっている気もしましたね。